今回は先日急遽発表されたプルサミニ用インプットシェーパー対応のファームウェアを試してみたのだ。まだ発表されたばかりのアルファ版なので使用は自己責任でお願いするのだ。インプットシェーパーとは高速で機械を動かした時に発生する振動を抑制する技術らしいのだ。というわけでまずはこちらのリギングテストをプリントしてみよう。このように壁面に凹凸があるとき、その横にゴーストと呼ばれる模様が発生することがあるのだ。放電機であるプルサミニでは発生しにくい現象なのだけど、うっすら出ることはあるので気にはなっていたのだ。ちなみにこのプルサミニはいろいろと標準仕様とは異なるので、どこまで参考になるかは不明なのだ。使用フィラメントは E3 の PLA+ なのだ。レベリング時の動きがいつもと違うことからわかるように、これはすでにアップデート適用後。印刷用のプリント設定は 0.2mm、スピード。撮影時にはこの設定しかなかったけど、編集時の9月23日現在では、印刷品質重視のプリセットも増えているのだ。プルサミニくんが1層目から機敏に動いているのがわかるのだ。ちなみにアップデート前にも同じものを一度プリントしているので、このプリントが終わったら比較してみようと思うのだ。この 0.2mm スピードでは35分でプリント完了。以前に出したものは46分かかっているのだ。プリントできたので比較していくのだ。こちらの46分と書かれたものがアップデート前にプリントしたもの。文字前後のゴーストというより壁面に縦筋が目立つ。 X の右側にうっすらあるのがゴーストなのだ。このプリセットはスピード重視の形状確認用なので、この程度の筋は許容していたのだ。壁の表裏や方向に関係なくまんべんなく筋が確認できたのだ。そしてこちらがアップデート後。プリントスピードは上がっているのに、縦筋が気にならないようになっているのだ。比べてみるとアップデート後の方がツヤがなく色が浅く見えるのだ。これはプリントスピードが上がって樹脂に十分な熱が伝わらなくなってしまっているのが原因。この状態だと積層強度が落ちたりすることがあるので注意が必要。ノズル温度を10度ほど上げれば解決すると思うのだ。表も裏も筋が目立たなくなっているし、かなり良いアップデートだと思うのだ。次はもう少し実用的な形状でも見てみるのだ。これは中の人がブースで販売しているもので、プラティパスという登山で使う折りたたみボトルを乾燥させるアイテムなのだ。折りたたみ形状なうえ、口がペットボトルサイズなので1週間くらいかけても乾かなくて大変面倒なのだ。アップデート前だとちょうど3時間ほどかかっていたプリントが2時間で完了したのだ。早くなるのはありがたいけど、印刷品質はどうだろう。取っ手の下側に焦げが発生したのは配置の向きを間違えたから。プリント時に取っ手を奥側にしてファンがしっかり当たれば問題なし。傾斜がきつい時は向きを気にしないとダメなのだ。今回もアップデート前後で比較していこう。こちらはアップデート後。このフィラメントだとサポートの設定がちょっとまずいね。そしてここがさっき焦げてたところ。綺麗にファンの当たりにくいベッド手前側だけ荒れてるのがよくわかる。取っ手が横向いてる方が動画的にわかりやすいかなって思っちゃったんだよね。左がアップデート前、こっちは向きも問題ないので綺麗に出てる。ただしこうやって光を反射させると微妙にゴーストが。やっぱりアップデート後のものには見当たらないね。裏側にも微妙にあるね。
ファンの当たり具合やサポートの付け方はアップデートには関係のない部分だから、やっぱりこのアップデートはかなり良いものだと思うのだ。これはさっき気になった部分を修正してプリントし直したものなのだ。ノズル温度も10度上げてツヤも出たし、オーバーハングも問題ないのだ。サポートは詰め切れてないけど、あと 0.02mm ほど近づけてやればいいと思うのだ。左はアップデート前のものなのだ。色やツヤが揃ったのだ。これを見る限りプリントには問題がなさそうだけど、プリント開始時にトラブルが起こる場合があるようなので注意なのだ。マーサイアクファームウェアはダウングレードすればよいし、アップデートしたからといって以前のプリンタープロファイルを使ってもプリントできることは確認済みなのだ。それではこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。